はい、えー、一ところではまだ噂の段階なんですけども、特別定額給付金の2回目がね、全国一律、もしくは限定的に出るんではないかなというふうに言われております。そのきっかけを作ったのが、やっぱり公明党の山口代表だということも、これもね、まだ噂レベルなんですけども、語られております。まあ前回ね、皆さんご存知のように、この公明党の山口代表が、 あこの安倍総理にね安倍前総理に語りかけてくれたおかげで働きかけてくれたおかげで、えー、急速にね特別定額給付金の全国一律給付が決まったという経緯があるのは確かですで今回ももしかしたら山口代表のこのね提言が大きなあ決断を促すのかもしれませんということで前回、えー、放送した動画あこちらの方にねこうついたコメントを これからね、みんなと一緒に読んでみようかと思います。よろしくお願いします。それでは画面を切り替えていきますね。はい、えーと、今夜が山田さん。 ついさっきコメントくださいました。やっぱり公明党なのかということで、公明党さんが力を発揮するというところかもしれませんよね。えー、そして、えー、テレビ東京の録画がある見てくださいということですね。これもね、見たんですよ。この後で私のところにコメントが入ったんで、えー、おそらくですけども、そのこと言われてるんですよね。テレ東の篠崎さんとかが言われてたやつですかね。あの、必要であれば出すよみたいな感じで濁されていたんですけども、その後の噂レベルのことについて私動画にしたわけなんですよね。それもきちんとお断りした後で、ちょっと前回の動画作らせて していただきましたけども、まだね。あの確実ではありません。で、何が確実かっていうと、私の定義では銀行口座にお金が入った時が確実であって、あとはね。 えー、たとえ、本当に、こういった山口代表が、菅総理に言ってくださったという事実があっても、政治判断っていうのは本当に秒速で変化しますんで、一日二日で決断が変わるってことは結構あるんですよ。まあ、ですんでね、過度な期待は抱かず、まあそういうこともあるんだぐらいのことでね、えー、聞いていただければと思います。あとは判断はね、もう個人個人にすることだと思いますんでね。えー、ありがとうございます。お知らせいただきまして。で、マチコさん、えー、突然、 えー、連絡取れずに。あ、これね、大丈夫です。はい。えー、あまりにも急に名古屋センターに行くことになったんですよね。えー、動画の方を拝見していただきまして、ありがとうございます。えー、全国にお願いしますと。はい。えー、メッセージどんどん伝えていきましょうね、マチコさんもあ。リードモアですね。はい。えー、っとう、そうですね。退院したら必ず自民党員の先生にあ伺う約束う、ということですね。給付金以下に大事か、よくお伝えくださって、えー、よろしくお願いします、えー。マチコさん、ありがとうございます。 え次ですね。上田さん。一日40まで2ヶ月間自粛要請。国民もある程度は納得すると思います。まあ、この金額だったらいいでしょうね。えー、チャンセイさん。えー、前回は、あ緊急事態宣言が出てから、給付金出たからセットで出ますよね。久保さんと。私もそれは期待してますけども、うん。私がね、決めれるんだったら出ますと言うんですけども、まだわかりません。えわ、ー、からないんで、こうやってね、忘れないように皆さんね、どん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 期待を、そのまま要求に変えていきましょう。え木、ー、田さん。 山口議員が言ってるって出るとは限らないでしょそうですよ。出るとは限らないです。全然。麻生太郎の馬鹿を説得しないといけないから大変でございまもと。はい。えー、そうなんですよ。だからね、絶対出るよってことは誰にも言えません。えー、逆にね、絶対出るよとかね、出ることが決まりましたとか、こういう風な流れで出るんじゃないですかっていうのは、ちょっとね、あのー、考えた方がいいですよね。あのー、本当に銀行口座に入金されるまで確実はないですからね。ただね、希望を持ち続けることって大事だと思うんですよ。 絶対出ないとは言っても、じゃあ出るために何するってことで集まり合うのって悪いことではないと思うんでね。旅人さん。感染拡大の権には配るわかんないです。なんとか踏ん張ってる権はわかんないです。後回しおかしくないですかと。優先順位つけるやり方、民主主義に反する。えっ、ー、とね、ある意味ね、民主的なんですよ。ここにお願いしますっていうふうに一番声の多かったところに、えー、配分する。これがね、平等であり公平だと思うんですよね。あの、やっぱりこう、 頑張った人にはそれなりのリターンがあって、手を抜いた人にはリターンが少ないっていうのが、これ民主主義だと思うんですよ。何でもかんでも、10人が10人とも、はい、どうぞみたいなことではなくてね。やっぱ求める人は求めるだけの行動すれば、手に入れられる部分も多いのかなと。なんかさすがにね、うん、不公平とかっていうのは民主主義だからこそ起こる概念だと思うんですよね。 不公平だから民主主義っていうのは、共産主義って不公平が起きないですからね。まあですんで、一部ね、割を食う方がいらっしゃると思いますけども、やっぱり私たちは協力することによって、民主主義をさらに進化させることができるんじゃないかなと私は思うんですけど、いかがでしょうかね。旅田さん。 一部に絞っての給付金に納得できない。えー、それぞれ事情は異なるが国民は皆一年間耐えてきました。一部だけピックアップの給付金に反対。全国民平等に民主主義というもの。はい。そういう考え方もあると思います。民主主義っていうのはこういう考え方を擁護する、擁護するためのものでもあるんですよ。ただやっぱり現実的に民主主義の原理原則っていうのは、あの、求めた人、そして最後までそれを求め続けた人に一番リターンがあるってことだと思うんですよね。じゃあなんでね、 自民党が長期政権を取ってるのかっていうと、自民党を応援して支持する人がしつこいくらい多いからなんですよ。これがだからね、現実であって、じゃあ、与党として選ばれない、例えば立憲民主党が野党でいるじゃないですか。じゃあ民主主義だったらみんな、 あの、与党になったらいいじゃないかってことになったらちょっとそうはいかないですよ。やっぱり選ばれるからこそ、選んで選ばれるからこそ民主主義ですからね。民主が、民が誰を選ぶか、民が何を選ぶかになってくるんですよ。そういうことをね、考えると、あの、定額給付金ってみんなが望んでいることではないんですよね、実はね。残念ながら給付金いらないよっていう人も国民の大半いるんですよ。この大半っていうのがポイントなんですよ。で、なぜなら、 低額給金が欲しいですっていう人は、まだまだごく少数派なんですよ。むちゃくちゃ少数派なんですよ。なんででしょうかね。<laughs> 令和新選組の消費税廃止っていうのも、消費税あった方がいいんじゃないのっていう人が大半なんですよ。困っちゃいますよね。もうどうなっちゃってるんですか、本当に。もうタビトさん、本当にね、私もね、同じお気持ちなんで、息取りは感じますけども、客観的に見ると、私たちはその、民主主義であるがゆえの平等の概念に、結構ね、不平不満を感じなう。 てはい。けなななななないいいいような立場んんででねねねきっとこ、ね、こののるる矛盾この大いなる矛盾盾が民主主義なんですか、ね、はい、次。何を実現できるすることが遅いから。ああ、総理のね。はい。小玉さん、ありがとうございます。えー、鶴見さん。近日大宣言の地域だけとか、新桃ママだけとかの不公平感が募る給付金をやめて、一律に前回の10万と同様に、えー、日本全国給付金をお願いします。ということですね。うん。まあそうですね。だからやっぱりこう、 こうしてください、ああしてくださいって声を上げ続けること、そしてその声と同じような気持ちを持った人と協力することだと思うんですよ。だからやっぱりね、あのー、団結することだと思うんですよ。まあ一番いいのは自分で YouTube 始めて発信することかなと思うんですよ。そうするとコメントという形で賛同者がいっぱいね、集まってきますんで、みんなで YouTube したら本当にいいんじゃないかなと思いますけども、まあなかなかね、そこまでしてまで欲しくないよっていう方もいらっしゃるんでね。はい、えーで、ラブさん。 公明党代表としての提言は心強いです。そうですよね。横浜ラブさん、ご無沙汰でございます。トシさん、ああ、いつものトシさんありがとうございます。当然だ、国民へ行動自粛の協力を求めるなら、生活給付金とセットだろう。えー、飲食店だけに協力金を出すのは惜しい。一世帯へ100万円でも支給。生活給付金と緊急事態宣言はセットだということですね。うん。あの、まあ、そうですね。セットで出してほしいですよね。 あの、209 3ただの動画ネタ書き込み信用度なし。7都道府県でも給金出ないでしょうね。はい。そう考えるのも本当自由なんですよ。で、私はあ、私の動画コメントに書いてあることを基本的にね、信じるんですよ。信じるけども、皆さんに信じてくださいとは言わないです。これは私がどう信じるかの自由ですから、それはまあ許してくださいよ。信用度なしというふうに考える人も、私は、あの、認めていこうと思いますし、それはあ、人々それぞれですからね、判断は。 それこそね、山口代表が言ったからって言って、山口は信用できねえよっていう人もいれば、さすが山口代表っていうふうに、やっぱりね、捉え方は様々なんですよね。まあ、ですんで、今回のことをまとめますと、私は自分の,あの動画についたコメントは信じます。ただ、それを皆さんに信じてくださいというつもりまではありません。ご自由でございます。ね。えー、MD さん、えー、近畿財宣言が出ていなくても自粛はしているし、コロナの影響は出ています。 緊急事態宣言の地域のみなら、その地域だけ、え、増税でもして、それで配ってください。全国から集めるのは不公平すぎる。はい。不公平っていうのはね、民主主義の特徴なんですよね。うん。まあ、その事実っていうのは多くの方が気づいてないと思いますけども、民主主義である以上は不公平が起きるんですよ。なぜなら、民主主義っていうのは多数決の原則なんですよね。大勢の人が選んだものが選ばれて、少数派は選ばれないっていうね、こういうふうな不公平が、 ある不公平を認めるのが民主主義だということになっちゃうんですよね。私もね、今回ね、本当と、ひじしと感じました。まさみさん、無駄な努力に終わりそうだな。まあ、無駄な努力でも、努力は残ります。そう思っていきましょう。無駄だからって言うんで、努力もしなければ、私たちには一体ね、何が残るんでしょうかってことになっちゃいますんでね。えー、少しでも前向きにと思って私考えております。えー、てんちゃんの、 やっぱり最後は山口代表だなと思ってました。ありがとうございます。うん。山口代表、最後はなんですけども、最初からやってくれたら一番いいですよね。これについてきっと若手の議員さんの声も一気に高くなるはず。ガースも止められないよう。そういう流れになるといいですよね。そういうふうになることを私も応援しております。トールさん、期待はしない。期待するだけ損する。 えーっと、実家の栃木も緊急事態宣言されました。実家の親と兄から自慢話が来るだろうと考えるだけでも嫌になります。えー、秋ですら仕事もなくハローワークは毎日入り口まで満杯なのに嫌になる。えー、っと、これは実家の方でうち入金があったよっていうふうな自慢話が来るのが嫌になるってことですよね。まあそのお気持ちもわかるんですけども、自分には入金がなくても、誰かに入金があったらなんか喜べるような精神をね、私は持ちたいなと思いますよね。 え m、MM、さん、宮城県も増えてるのにっていうことですね。えー、m、MM、さん、確かに秋田県に比べたら、宮城県の方が大変だと思います。まあ、大変さはね、個人個人、どう感じるかなんですよね。 うん。そのぐらい大変でも何でもないよっていうふうに人が押し付けるもんでもないですし、あのー、他人様がね、あなたは大変ですよって決めれるもんでもないし、一人一人がまあ感じることなんじゃないかなと思いますよね。えー、子さん、いつもありがとうございます。本当にご苦労様です。いや、恐縮でございます。給付金の追加支援実現してほしい。そうですね。そういう希望は持っていきましょうよ。あれこれやってほしい、そうしてほしい、ああしてほしい、こうなったらいいのになっていうふうな希望は持てばいいんじゃないですかね。まあ期待は希望とはまた違うところにあると思いますからね。 はい、森本さん。もし緊急事態宣言が出ている都道府県だけの支給ならすごく不公平。はい。不公平があるのが民主主義なんですよね。えー、だって感染拡大を頑張って止めているところは給付金が出ず、感染拡大を止めきれてないところだけ給付金を出すのは明らかにおかしい。そういう考え方もあるでしょう。頑張って感染対策しているのはみんな同じ。ということですよね。 うん、まあみんなね最大限の努力してるってことこで言えばお前は頑張ってるお前は頑張ってないっていうふうに言えるものではないと思うんですよねだからその辺がねあのー、なんかスコアゲージがあるわけじゃないんでね頑張りに、うん、だからまああれじゃないですかね 要求を上げたところが、それが叶うし、要求を上げてないところが叶わないってことなのかなと思っちゃうんですけどね。レゴさん、本当にやりたい。もし実行されたら本当に嬉しいです。笑うも、つかむ気持ちなので、どうか実行されますように、政府がいいようにきちんと自粛していることが、身を結びますように。これはどうなんですかねうん。自粛と、なんか、給付な、なんかセットは当たり前だと思うんですよ。なんとかなんないですかねこれね。私はね、どういうふうに考えればいいのかわかりませんけども、とりあえず、自分のね、 えー、できることは YouTube することだけかなと思いますんで、皆さんもね、私の YouTube、また見ていただければ幸いでございます。そしていろんな意見をください。私も皆さんのコメントで育ちます。<laughs> はい。えー、まさみさん、政府は平気で国民を裏切りますから、期待しない方が良いと思います。うん。まあ、そうでしょうね。うん、まあ、裏切ると言いますかね。私たちも、政府に、うん、忠実な国民ではないですからね。 やっぱ政府の期待を裏切る国民でもあるし、国民の期待を裏切る政府でもありますし、まあそれを紡ぎ合わせていく作業が、日々の作業が、まあ政治なんでしょうね、きっとね。えー、レゴレゴさん、そうですよね。口座に入金されるまで喜びませんの、ね、で、そう、その通りなんですよ。口座に入金されるまではないもんと思って、できることをやっていきましょう。うん。で、チョイマンさん、自分は公明党山口代表の言葉を信じてみたいと思ってます。ケロン長。はい、私も信じますよ。 私も山口代表が本当にそれをしたんだとしたら信じるし、あの、提言してないまでもね、あの、お金を出したいと思ってるだろうな、ということは信じます。ただそれをもって皆さんも信じてくださいっていうふうに、えー、言うつもりはありません。私が勝手に信じてるだけですんでね。えー、秘市長さん。2025年までに消費税15%、19%に上げることに話し合いしている自民党。公明党が何を言ってもアホク出すべきものは早く出さねば。はい。えー、やっぱりね、 このコメントをね、みんなで書いてるじゃないですか。みんなで政治家になったら、すごく簡単な気がしますよね。はい。え、レオさん、山口さん、ありがとうございます。言ってるだけでもありがたいです。そうそうそう。言っていただけるだけでもありがたいですっていうね、謙虚な気持ちで我々は言いましょう。でも、緊急出てない件です。緊急出てる件に囲まれてる件なのに。うーん、どうなんでしょうね。緊急事態宣言出てるところだけに支給されるのかどうかわかりませんよね。私の想像ではね、緊急事態宣言下にある都道府県だけに 給付が出るんじゃないかなと思いますけども、どこにも出ないかもしれませんしね。えー、岸さん。一律給付でお願いしたいと思います。はい。そういう提言、ぜひね、あげてみてください。松さん、さすがに7都府県以外だと、地方の国民が納得しないと思う。そうなんですよ、松さん。納得しなくても進んじゃうんですよね。納得するようにやってくれてるのが政府だったらいいんですけども、どうなんでしょうね。 エムマさん、広尾という番組で、一日給付10万20万出して自粛させないと封じ込めは無理だと言ってましたよ。そういう意見もあるでしょうね。コメンテーターの一意見だと思いますけども、そういう声が集まることによって実現する可能性はあります。ぜひね、えー、コメントをいっぱいいっぱい広げてください。ジ子さん、久保さん、私、山口代表に何十回メールを送ったか実現することを祈ります。が、ここが、あえー、困窮者、全国民ですよね。うーん、まあ、そうですね。あのー、 そうなんですよ。純子さんね、お一人で何十回もメール送ったと思いますけども、全国民のアクションとしては、本当にね、少ないんですよね。だから、みんなでね、1000万人ぐらいの人が毎日10回ずつメール送ったら、すごいインパクトなんですけども、いかんせんね、少数の人が何回やっても、うん、多勢に無勢ってところあるんですよね。いやー、でも、くじけずにやりましょう。 はい。UX さん。これで給付金第2弾が出なかったら次の選挙は共産党に票入れよう共。共産党に入れてもいいですよね。共産党結構ね、共産党って透明が良くないんですよね。日本共産党って。透明変えたら多分与党になりますよ、ここ。えー、さん。山口代表ありがとうございます。給付金出ることありがたいですね。私もそう思いますよ。連立組んで、えー、一人とのことを考えるなら、あー、 菅総理に提言できるのが遅すぎ。遅いですね。選挙近いんじゃないかと考えてしまう。たくさんの人が困窮し、亡くなられてしまっている。残念。はい。その通りです。えみさん。政治家以外、一律給付でいいじゃないですか。うーん。ま、あそうですよね。一律給付してほしいですね。えー、大イさん。その話が本当ならグさん、グッサン、グッチャブ。かわいそうだけど、年金や、あ、政府や、 年金給付されてる人には給付金配れないだろうなと。4.5兆程度じゃ、国民の下地も、数カ所、7届けの下地もに給付されないと思われる。まあ、いろんな考え方があるでしょうね。現実どうなるのか我々は決める権利はありませんけども。まさみさん、政府や年金事業者にも配るべきだろう。苦しいのはみんな変わらないんだから、うん。まあ、いいんじゃないですか。あの、自分のところに入れば、他の人に入ろうが入る前が、 いいんじゃないですかどっちでも。<laughs> はい。えー、まさみさん。私自身はそう思ってませんよと。とそうですね。いろんな考え方言っていいんじゃないですかただ、今の政府の考えなら、一律給付すらしないでしょうけども、提言したとして、政府側も検討して、給付出すというふうになれば、一律ではないのかなって政府側の条件だと思います。えー、一律ではない以上、政府や年金受給者は、コロナ禍で大変だと思わないでしょうから、そうなんですよ。コロナがなくても大変ですよ、政府なんて。ひどい話ですよね。生活保護なんてね、本当にね、あの、 あ、もうひ、ひひどい暮らしですよ。あんなお金じゃやっていけないでしょ、私は。とても。もう本当に日々切り詰めて、コロナでも切り詰めて、息つき暇がないのが生活保護ですからね。で、年金受給者っていうのはやっぱりそれまでの人生で年金を積み上げてきたっていう実績があるんで、やっぱり受け取っていいんじゃないかなと思いますけども、年金受給者にはいらないっていう考え方があるのをわかります。どっちもどっちだと思いますけども、私は誰にいくら配っても気にしないですね。 私の考えではありませんよ。とあくまでも政府側が考えていることを想定して言っているだけなので誤解しないように願います。そうですね。えー、どの会見を見てもそういうような、あ定額給付の話は出ていないので、望み薄いのは否めませんけども。うん。望みを薄いか、それとも望みがあると考えるのか、それはコップに半分水が入っていて、ほとんどないよって言ってるのか、あ、こんなにいっぱいあるよっていうのは捉え方にもよりますけどもね。皆さんと一緒にまた考えていきましょう。えー、山本淳一さん。 俺、もう、この会社、国、辞めた。あ、それもいいでしょうね。うん。選択の一つだと思います。人気の国にたくさん人が住んで、人気のない国には人が住まなくなってくるっていうね。これも民主主義でございますね。えー、君塚さん。限定の給付金でしたとしたら、他の県名が各知事に緊急事態、うちの県にも出してくれ、要請。東京都など2月末まで宣言続行になりそう。うん、それも言えてます。ゆうかさん。公明党は期待しない、嘘つき公明党だから。ああ、なるほどね。 私はね、公明党さんに嘘つかれた覚えがないんで、これはゆかさんはなんか公明党さんに騙されたんですかね詐欺商品でも買ったのかもしれません。ご用心ください。えー、太郎公さん、てめえら若者の負担を減らす、社会保障費の財源がないと騙し、大増税したが、下の根も乾かるうちにボロ儲け、これって選挙民買収だろうと。 年金も給付には任さずば,ばらまいて買収。消費税も社会保障費に使わず戻しで買収。買収、買収でございます。えー、朝鮮カルトできるです。なんだこりゃ。ちょっとよくわかんないですね。小金持さん、代表ありがとうございます。久保様ありがとうございます。いや小金持ん様ありがとうございます。えー、南優さん、あ素晴らしいって書いてます。ほんと素晴らしいです。えー、太郎さん、苦しいのは皆さん同じ国民一律よろしく。はい。 苦しくない人もいるんですけどね、実はね。美味しい人もいるんですよね、この状況下の中で。困ったもんですよね。えー、猫の道。公明党は後ろ盾かが学会だからその辺の絡みもあるのかなと、うん。どうなんですかね。あの、学会員の方に聞くと、公明党さんとぴっちり一心同体ってことではないっていう風な意見もあるんですよ。この辺ちょっとね、わかんないですね。えー、カズさん、ちょっと遅めだけどありがたいと。すみこさん、山口代表、早くお願いします。はい。 カズさん、やっと話が出ましたが、でも確定ではないですよね、と。確定ではないです。本当に決定しましたように、久保さんいつもありがとうございます。えー、クリアさん、ちょっと期待したいです。いつもありがとうございます。いやいや、カズさんもクリアさんもね、期待持っていきましょう。希望を持って。はい。ダイキンさん、僕は、えー、緊急事態宣言地域です。でも、緊急事態宣言地域のみ、救急を出すのは反対しますね、と。えー、コロナで全国的に厳しい状況なんだから、別に、緊急事態宣言地域だけではない、国民一律が厳しいなら、世帯にいくらでも全国でやるべき。 ま、そうですね。あの、私の希望するところ、私以外にはみんなに配ってあげてくださいっていうことですけどね。えー、シンシンさん、みんなで15件くらいになるのかな今のところ11件みたいですよ。うん。でも、ま、人口で言ったらね、6000万人くらいなんで、およそ半分ですね。しんしんさん、山口代表、ありがとうございます。ありがとうございます。KY さん、どの世代も本当に苦しくて大変です。一日でも早く一日給付お願いします。どの手配も、限界だと思います。ま、あそういうふうに、本当にね、うん、他の方のことを気遣える KY さん素晴らしいですよ。 うん、不公平だとかいう気持ちも分かりますけどもみんなも大変なんだから公平に皆さんお願いしますみたいな感じですよね足立さん本当にもっと早く言ってほしかったそれはね本当思いますねでも言ってくれるだけよかったですよえ修、ー、さん山口代表全国一律特別定額給付お願いします10万からあ2回から5回お願いしますと申請書お願いします生活保護も収入認定されなければ嬉しいです 生活保護の方はね、生活保護の費用が、給付が少ないです。もっともっと上げてほしいですね。前回は非課税、えー、かつ生活保護についても収入認定外でしたよと、えー。武藤さん、アメリカ友人、今回は1人2000ドルもらった。前回は1人1200ドルでした。アメリカはね、気前がいいですよね。アメリカに住もうかな。新次郎さん、定額給付金、一時的な法措置のもとによる、えー、全国給付 な支援なので支給なので収入認定されなかったんですねえー、限定収支給だからだそうですちなみに追加の児童手当なども収入認定されないはずですねえそうなんですねみどりんこちゃん山口代表ありがとうございます嬉しいです生きていけば生きる光が見えましたうんまあ本当にね支払われればいいですけどね酷だけど期待するだけ無駄ですよと下手に希望を持つと後で肩すかし食らうだけですからいいんじゃないですかね私思うんですけどまさみさん 期待しても、希望を持っても、じゃあそれが叶わなかったからといっても、その期待した時間ってのは、やっぱ生きるパワーになるじゃないですか。うん、っていうのが、あの、宝くじを買ったらね、みんな当たったつもりになるんですよ。その間はワクワクするじゃないですか。なんからそれで生きる希望になるんだったら、一日でもね、長く。なんかいいような気がするんですよ。で、全く期待がなくって、それで、肩透かしもなかった。何にもない。っていうのがいいのかもしれないですけどもね。そういう人もいるかもしれませんけどもね。 えーっと、殿下、鈍感って書いてますね。なるほど。下さん、うん、鈍感。うん、私も鈍感でございます。まさかいさん、全国一律での定額給付金でないと意味がないのかも。まあ、本当にね、みんなに配ってほしいですよね。はい。第1回目はありがとうございます。坂さんですね。でも2回目の給付、もっと早く行ってほしかったとりあえず入るまでは期待しない。はい、そうですね。あの、期待よりも、自分の行動です。自分の能力に期待していきましょう。 でそれなって書いてますけども、ほんとそうですね。あの、他者に期待しても、うん、これはね、本当に水物なんですよ。誰かが何かしてくれる。国が何かしてくれる。それはね、幻想だと思った方がいいです。やっぱり自分でやらなければ、自分でやったことだけが確実だなってところが出発点になると思うんですよ。もちろんね、なかなか事情が難しい方もいらっしゃると思いますんで、うん、それについてはね、何も言えないんですけどもね。ただ、今回みたいな動画を通じて、皆さんと一緒に関わりました。あのー、これをもってね、 何かこう新しいきっかけを掴んでいただければと思います。えー、長い動画になりましたけどもご覧いただきましてありがとうございます。それでは一旦失礼します。